ボクサー級教習揚陸艦はアメリカ海軍が運用していた教習揚陸艦の艦級エセックス級航空母艦のオサ船体系3隻に所定の階層を施して艦種変更したものであるアメリカ海軍ではミッドウェイ級やホレスタル級など第二次世界大戦後に収益を開始した大型空母の造成と従来対戦線を担当していた軽空母や 護衛空母では、新型の S2 回艦上紹介機に対応困難となっている情勢を受けて、従来正規空母として扱われていた SX 級の一部について、1953年以降対戦空母として種別変更していた。しかしその後、艦上機のジェット化がさらに進展すると、SCB-125 回収でアングルドデッキを装備した艦でなければ、 cvs としての任務を果たせなくなっていった。このことから従来通りのアクシアルデッキの艦の新たな用途として注目されたのが海兵隊の水陸両用作戦を支援するためのヘリコプター揚陸艦任務であった。まず1959年1月30日付でボクサーが艦種変更されて LPH-4 となり同年3月にはプリンストンが LPH-5 に、バリー4時が LPH-8 となった。なお、レイクシャンプレインも LPH 化が検討されていたが、これは、キャンセルされた。監視変更に伴って施された階層は、下記の通りである。さらに全部エレベーターを潰して格納庫前半を2層に、分け、資材、閉院用スペースを増設する改修も検討されたが、 すでに艦令を重ねた艦であることから、これは断念された。艦載ヘリコプターは、当時の海兵隊の主力輸送ヘリコプターである HUS-1 が想定され、格納庫内20機、飛行艦板上に20機が搭載された。また1961年から1964年にかけてフラム2回収を受けている。1965年、ボクサーは、 アメリカ軍によるドミニカ共和国占領に伴いドミニカ沖に展開し、実際にヘリボーンを実施している。しかし本級は、元来が航空母艦であったこともあり、ヘリコプターの搭載、運用には十分であったが、兵員、貨物の収容の効率、費用対効果に難があると判断された。上述の通り4隻目の LPH 化は見送られ、心臓の用事魔球の増生に伴って、 LPH 化された三隻についても、監種変更から10年前後の1969年から1970年にかけて除籍されて運用を終了した。ありがとうございます。